回路この二つで解けるんだったね。何と何そう、キル2とキル1。そしたら合成抵抗の公式とかいろんなこと一切使わなくても全部解けるの。知ってた全部解けるの。こんなエタハの公式使わなくていいの。でもね、使うと便利な場面もある。そしてこれどうやって導かれるか背景を知っていると応用問題でこれ差が出ます。応用問題になった時、え、え、わかんない。どういうこと言われてんの回路って置き換えていくんだよね。置き換えていくっていうのをこれイメージしてほしいんで、これぜひね、このイメージ湧いといてください。 オッケー別にこの問題が入試で出るような重要な問題じゃないんだけどこのイメージめっちゃ大事で結論から言うと何、はい、合成抵抗直列だったら、はい、こんな感じで並列だったらこんな感じの式になるっていうのはもうね物理基礎でやったと思うでもでもいいでもねはい 中学でもやったんかなわかんないけど。でもね、えー、改めてこの置き換える練習とかイメージをあいてほしい。まずこの回路の合成抵抗を求めたい。だからこの抵抗を1個の抵抗って置き換えたのがこれ R 合成ね。そしてこれが1個にガチャンってなってんのよ。だからこう入ってくる側はこっち側で出ていく側がこっち側ね。OK。 はい、こんなふうにしてまず対応関係をイメージしてくださいそしてここ電流 i が流れるんだけど当然こっちとこっちに流れる電流等しいよねこれもそうです流れる電流は同じだよねはいそして合成前でキル2を考えますこっからここでぐるっと回してあげたらこの式になるねはい合成後でキル2回してあげたらこの式になりますうんそしてこの合成前のキル2の式を合成後の式に近づけるこんな感じで変形した ラこれ比較してこれとこれこここことここは等しい。ってことではい A の式と B の式を比べて合成抵抗っていうのはこうやって求まった。ほらつまり何が言いたいっていうと合成抵抗の公式を使わずともキル2を使えたら直列についてはもう合成抵抗の公式なんかいらないって話。うん、でも使うと便利なことがあるから知っててね。 次行きましょう並列並列ちょっと難しいねはい並列もこの2つの抵抗を1個としたらこれになるでちょっと待ってよここに入ってくる電流いくら ?i1i2i I I はいここが i です i1i2 です正解はそうだよね i が入ってくるなんでかっていうとこれを1個にまとめたんだからここがここねで出ていくのこことここね OK はいそんな風にしてイメージしてしい でここにかかる低電圧落差は同じじゃないここの落差とここの落差はキル2からして等しいんだよね。ってことはこの合成抵抗にかかる落差は R 合成 i っていうのと R1iR2i は全部等しいわけだ。こんなふうにして置き換えた先の回路と元の回路のイメージこれめっちゃ大事だからこの話してんの。ではい。 えー、キル2を立てていきますこういうキル2が回路1こういうキル2が回路2でキル2を立ててあげるとこの式になる OK 次キル1の式はいね。キル1の式はこの式になるもういいね I は I1 たす I2 ですはいそしてこっち側の式では普通にキル2の式で立てたらこうなるね4番ですそしてあと頑張って、えー、計算していきますそうすると えー、こんんなな計算法知らなくていいんだけどね、えー、i1 と2が求まってそしてそれ i イコールにしてあげてそしてこの式を3番として、えー、この3番の式を先ほどの4番の式に代入してそうしてあげると e が両辺で消えてそして r 分の1倍してあげると r 分の1イコール r 分の1プラス r 分の1っていうふうにして。 はい、合成抵抗の公式は求まっていたこの公式を求める練習を別にする必要はないこんな風にして回路の対応関係が頭の中でイメージできたら OK そして合成抵抗の公式使えると便利なんだけど使わなくても解けるこの2つでしっかり解けるっていうのを、えー、知っててもらったら OK です。ということで以上